新世代へ、ウイニングイレブン2010。ウイニングイレブン2010のコンセプトは究極の個人技と究極のチームプレー。突破せよ、そのドリブルが新世代に。メッシ選手のモーションキャプチャーを実施。さまざまな状況で今まで以上に多彩でリアルなモーションが発動する。新たに300種類以上のモーションを追加。全方向へのドリブルをついに実現。繊細なボールタッチで狭いスペースも突破できる。新たに加わった7つのフェイント、ステップオーバープレス、ステップオーバードラッグバックターン。速攻をかけろ、その戦術が新世代に。組織の中で個性を生かすための2つの新システムを搭載。詳細に戦術を設定できるスライダーを使えば、パスサッカーもカウンターも自由自在に。20種類以上のプレースタイルカードで選手の個性的な動きを再現できる。チャンピオンズリーグに加えて、ウェファヨーロッパリーグを世界で初めてゲーム化。欧州のフットボールをプレーする喜びがさらに広がる。埼玉スタジアム2002をはじめ、世界を代表するスタジアムが20カ所以上収録。さらにグラフィックも大幅に向上。新たに収録されたスタジアムで本物の戦いを繰り広げろ。またスタジアムで実際にサポーターが歌っているチャントも大幅に増え、スタジアムのリアルな雰囲気が体感できる。実在のスポーツギアも多数ラインナップ。そしてドイツ代表のライセンスも新たに取得。2010年に向け各国代表の戦いもより熱くなる。マスターリーグ。マスターリーグはさまざまな要素が追加され、クラブ運営シミュレーションへと生まれ変わった。クラブの活躍が収益や有力選手の移籍により密接に反映される。そして選手の育成など細かな設定も強化された。さらにウェファチャンピオンズリーグやウェファヨーロッパリーグなどの試合も組み込まれ、実際の監督と同じ緊張感を味わいながら理想のクラブチームを追求できる。世界一のプレイヤーを目指せ、ビカムアレジェンド。成長要素などが分かりやすく改良されたビカムアレジェンド。さらにフェイント、ドリブルなどの操作方法の進化により、これまで以上に1対1の緊張感が味わえる。またモード内にウェファチャンピオンズリーグやウェファヨーロッパリーグが再現され、より感動的なストーリーが体験できる。2対2の対戦やコミュニティ、大会などオンラインがますます充実。さまざまなデータもダウンロード配信。I know,
playing with 11 Japanese people are the best in the world, so play against you, and if you can give me a chance, please. Hola, amigos de Japón. Gracias por escucharme la temporada pasada. La verdad que es una temporada perfecta. Espero que disfruten de Win 11 2010, que está mi verdadero momento.2010 11月5日キックオフ。